モデルになったきっかけは、まず学生の頃すごく背が伸びてしまってコンプレックスだったんですけれども、それを変えたいなと思っていて、でたまたま東京のある専門学校、モデルの専門学校なんですけども、夏季講習を見つけたんです。でそこでちょっと勇気を出して応募してみて、で夏季講習を受けることができて、モデルの世界を見たことがきっかけです。これやりたいなと思って、それがきっかけです。はい、その専門学校の後しばらくちょっと名古屋で間を空くんですけれども、大学で私服飾を勉強してまして、たまたま友達がコンテストで受かったのでモデルをやったんですね。その時にたまたま会場にスカウトを、していただける方がいらっしゃったので、そこでスカウトされました。でそこでその事務所でまず最初の仕事が確かブライダルショーだったかなと思います。大学卒業してちょっと9ヶ月間だけまだ名古屋にいて、ちょっとお金、上京資金を貯めまして、それで、自分の力で一人暮らしを東京で始めまして、でその時に事務所も東京に、もともとちょっと大学の頃から途中で事務所東京に変わってたんですけども、そこに所属しまして東京で活動し始めました。海外ですごく挑戦したかったので、いろいろ探しまして、でチャンスがありまして、でそこで受けてなんとか受かりまして、それで行きました。日本人の市場として香港か台湾がやっぱり日本人受けやすいっていう風に聞きまして、その中でも特に香港はモード系で背の高いかっこいい系がニーズがあるっていう風に聞いたので、台湾はちょっと可愛い系だったので、じゃあ香港だと思って香港に行きました。海外はもう一言で言えないんですけど、もう本当に刺激が多くてすごく楽しかったですし、ぶつかることもすごく多かったんですけども、本当に行ってよかったなって思える経験でした。具体的に言いますと、本当に言葉も全然喋れない状況で行ったんですけども、でモデルのポーランドの子とかロシアの子とかと一緒に住んで、モデルアパートで住んで、まず会話をするところから始めまして、でもルームメイトなんですけどライバルなんですよね。で、そこから仲良くなって、でも負けないように事務所にもちゃんと自分を表現できるように食いついていきました。一番つらかったことはやっぱり香港に行って本当に全然状況があまり分かっていなくて、事務所はちゃんと安心できるところで住むところもあったんですけども、いつまで入れるかって本当に実力次第だったんですね。でもうちょっとでも稼ぎが悪かったり仕事が取れないとすぐ国に返されちゃうんですよ。なのでもうとにかく長くいられるように仕事が取れるように、で日本の方にはもう明日のことだけ考えろと言われて、毎日不安だったんですけども、でも絶対負けたくなかったので、そこで食いしばったことが、辛いというか、でも後々いい経験ではあるんですけど、そこかなと思います。そうですね、美味しいものを食べに行ったり、私は自然が好きなので山に行ったり、ちょっと車借りてドライブに行ったり、あとは お風呂にすごく長くゆっくり浸かって体中もみほぐしまくるとかですね。あとはちょっと好きな映画を見たりとか、でも外に出かけることも多いですかね。気分転換をすることです。
ちょっといっぱいあるんですけども、そうです、まず絶対に夜景だけは見た方がいいですね。で、インターコンチネンタルホテルっていうホテルが香港の、カールン半島側にありまして、そこのロビーでゆったり座りながら美しい夜景を見るのは本当に最高です。あとは食べ物も美味しいので、結構ごちゃごちゃっとしたローカルなお店でエクタルトを食べたりとか、あとはワンタンメン食べたりとかもすごく楽しいですね。あとはお買い物とかも結構安くていっぱい買えるので、買い物も楽しいです。おすすめの場所は、定番だとモンコックとかなんですけれども、それ以外にちょっと分かりにくいんですけども、チムシャツイのちょっと裏通りに、ちょっと名前忘れたんですけども、ちょっとしたデパートみたいな、すごいローカルのちっちゃいとこなんですけど、あるんですよ。で、安いんですけど結構おしゃれで、意外と香港の若者、流行の鋭い方が行くようなとこがありまして、そこがおすすめですね。思い出した、バーバリーセンター 思い出しちゃった。